はい、デジーでございます。今日はですね、自分が撮った写真ですね、一眼カメラとかですね、まあ、スマートフォンでもいいですし、まあ、普通のコンパクトデジタルカメラでもいいですし、自分で撮った写真を、本にしたいなって方いませんか？そんな時のね、とっても便利なウェブサービスがありまして、今日はですねフォトバックさんのフォトブックですねを紹介したいと思います。本当にねめちゃくちゃねおしゃれなフォトブック、ね、そしてまたはねフォトカードなどを作成してくれるサービス、ウェブサービスですね、ウェブサービスでございまして、ウェブ上でねアカウントを作成して、自分で撮った写真、お気に入りの写真をね、本にしたりとか、カードにすることができます、はい、でね僕もね早速作りました。で届いたのがこんな感じですね。梱包パッケージがこんな感じで送られてきましたね。フォトバッグさんですね、はい、でね、フォトバッグはですねいろんなね、サイズとか種類を選べまして、まあ、詳しくはねフォトバッグさんの、公式ページで確認してほしいんですけども、僕がね選んだのはですね、16ページ、24ページ、36ページ、ね、この3通りのページ数を選べる、15センチ正方形サイズのフォトブックラフってやつです。でね、早速ね送られてきたのがねこんな感じでございますよ。これがね、ラフっていうやつですね。15cm×15cm の正方形のもうちゃんとした本ですね。フォトブックってやつですね。でこれ僕はですね、モデルさんのポートレート撮影した作品をですねこのように写真集のような感じで作りました、はい、でね紙の材質もですねめちゃくちゃ良くて、まあ、ちゃんとねこういった表紙もついてますし、ねこうやってめくるとねこんな感じでまるで写真集のような感じで作れますよ、はい、でねここに余白があるんですけど、ここはね、テキストで好きな、文字を打ち込む、書き込むことができます。僕はね書いてませんけども、このね下の方にね、テキストで、好きな、ね、言葉を書くことができます。でねこれ紙の材質もめちゃくちゃいい材質を使ってるんで、どうしても記念に残しておきたいなとか、記念に本を自分のね好きな写真、大切な写真をですねこのような感じで写真に、フォトブックに残すことができるんで、これ結構おすすめですよ。でねこれ価格がですね、ページ数によって変わりますけども16ページ、まあ、先ほども言いましたけども16ページ、24ページ、36ページを選べまして、1600円から3600円となっております、はい、だからねまず、フォトバックさんでアカウントを作って、ね、好きな写真を記念に残しておきたい、まあ、すごくいい写真だからこれは本に紙に残したいっていうのを選んでですね、そのウェブ上で、このねこういった感じで作るあのフォトブックの、作成ページで作りまして、で注文すれば、まあ、約2週間前後でこんな感じで届きますんで、ね、これ結構いいですよ。やっぱりね写真はね紙でプリントアウトして、ね、残すのが一番だよね、うん、
でね、こんな感じでね、写真集みたいな感じでも作れますし、まあね、例えばね、プレゼントしたりとか、なんかなかなか素敵だと思いますしね、なんか結婚式の写真とか、こういったね、フォトブックにすれば結構喜ばれるんじゃないのかなと思います。はい、今日はですね、フォトバックさんの、フォトブックね、めちゃくちゃおしゃれなフォトブック、フォトカード、まあいろんなもうバリエーションはね、結構いろんなバリエーションがあるんで、詳しくはですね、公式ページで確認してください。はい、おすすめでございます。はい、それでは、バイバイ。